曖昧など大概ない。次先だらけのクラスメイト、どれかけのせい漏れ出したオース、とっくに切れてた賞味期限、退屈なオース何かするはず、いたさはゲームと話がし駆けつけ途中に左に曲がれば、くぐばないする人の群れ、ガラスに光る目、壁には見えり、不揃いな目を立ちぬくり、逃げられない人の波に溺れて、いつも手術に泡がかけろ、ここで隙に隙間もついたらいないはず、こんな状況もあって人の範囲に埋もれて、この形に迫る環境の泡まで、どんどん降る話はどんどん多少に触れる。忘れていく人の声に触れ